1911年10月22日の日食は、1911年10月22日に観測された日食である。ロシア帝国、中国、フランス領インドシナ、アメリカ領フィリピン、オランダ領東、インド、パプアホゴ領、イギリス領西太平洋地域で、近間日食が観測され、アジアの大部分、オーストラリア及び以上の地域の周辺の一部で、 部分日食が観測された。金間帯が通過した金間日食が見えた地域はロシア帝国南部、清氏が支配した中国の新疆省南部、チベット北東端と東部、大海南西部、四川省南西部、雲南省北東部、貴州省南西部、江西省南西部、関東省南西,省南西端と海南島、西沙諸島、フランス領インドシナ、アメリカ領フィリピン南西部、 オランダ領東インド東部、イギリス領ニューギニア、イギリス領西太平洋地域だった。また、近間日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アジアの大部分、ロシアのヨーロッパ部分の南東部、オーストラリアのほとんど、ニュージーランド北部、ミクロネシア全部、メラネシア全部、ポリネシア北西部だった。そのうちほとんどは、国際日付変更線の西にあり、 10月22日に日食が見え、残りの部分では10月21日に見えた。ありがとうございます。